なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。雲ですか？何か140、雲 VS 地流あらば3、141、雲 VS 地流あらば4、朗読を始めます。雲ですか？何か140、雲 VS 地流あらば3。思考加速のスローモーションの世界の中、予見が見せる未来の映像を捉える。アラバが魔法を発動させる未来を。このクラスの魔物ともなると、普通に魔法を使ってくる。アークもそうだったし、それだけの知恵を持っているってことだ。当然、そんな知恵を持った存在が、考えなしにブレスよりも効率の悪い魔法を使うわけがない。回避。さっきまで私のいたところに鋭い土の槍が生えてくる。暗黒槍の土バージョンってところかな。確か、大地魔法レベル3の魔法、大地槍だったかな。けど、暗黒槍が相手に向かって射出するタイプなのに対して、大地槍は目標地点の地面がいきなり槍に変化する。あのままそこにいたら、串刺しになるところだった。大地魔法の厄介なところは、土属性の魔法効果に加え、物理的な破壊力もあるということだ。一見、火や水に比べると地味に見えるけど、その実態は物理と魔法の混合攻撃。抵抗の高さで言えば、私は波の魔法ではダメージを受けない。けど、そこに物理的破壊力が伴うと、話は変わってくる。アラバは私が回避するのも見越していたのか、次々と新たな第一槍を出現させる。さすが、精密魔力操作のスキルを持つだけあって、魔法の構築スピードが半端ない。まあ、私には劣るけどね。思考加速と予見を駆使した私に、そんな魔法は当たらない。けど、そんなことはアラバもわかってる。アラバの真の狙いは、私の逃げ場をなくすこと。魔法を避け続け、巧みに誘導されたどり着いた場所には、すでに三方を囲むように土の壁が立ちはだかっていた。さらに、私が逃げ込んできた入り口にも壁が瞬時に入る。第一魔法の第一壁。四方を囲まれた私の逃げ場は、上しかない。そして、その上には、すでにブレスを吐き出しているアラバの姿。着弾までは刹那の時間しかない。回避は不可能。普通ならね。転移。再び私はアラバの頭上に転移。二度目となる、ブレス中の頭部への暗黒弾。命中。さっきと同じ光景が真下で展開される。さっきと違うことといえば、アラバは空中に飛び上がっていたということだ。落ちるアラバ。追撃の暗黒槍。けど、アラバは地面に追突する直前に体勢を立て直し、軽い感じで地面を蹴って迫る暗黒槍を避けた。その避けた先に、毒の滝が降り注ぐ。生成量を最大にした毒合成を、さらに連続発動させて作り上げた毒の滝。猛毒と麻痺の滝を、アラバはブレス一発で吹き飛ばす。飛び散る毒の水。ダメージを期待してたわけじゃないけど、軽く吐いたブレス一発で吹き飛ばすとか、ないわ。アラバは上空にいる私に向けて、ブレスを連続で吐き出してくる。その対空砲火を空間軌道を駆使して避ける。ついでに万能糸で網を作り、射出のスキルで飛ばす。ふふふ。そうです。私念願の射出スキルをゲットしたんです。っていうか、投擲のスキルカンストさせたら派生した。まあ、MP 消費するしレベル低いからあんま速度でないし、ぶっちゃけ普通に投擲使って投げた方がいいんだけど、気分の問題だね。玉のように丸く固まって射出された糸を、アラバの目の前で創始の力を使って網状に広げる。アラバは、さっき糸で傷つけられたのを覚えていたのか、警戒心丸出しで大げさにその網を避ける。その反応は間違ってない。さっきの糸には攻撃能力を付加していたけど、蜘蛛の糸の本質は相手を捕らえるためのもの。今回使った糸には、たっぷりと粘着性を持たせてあった。アラバといえど、私のこの糸に囚われたら、脱出するのは容易じゃない。糸をそこまで警戒してくれるのなら、逆に好都合。上空から糸を拡散させる。アラバはそれを嫌がり、
避けたりブレスで引いたりし、その大元である私を排除しにかかってくる。空間軌道で私の元まで迫ってくるあらば、はい、いらっしゃい。無計画にばらまいたように見えていた糸、それらは目では見えにくいほどの細い糸によって全てつながっている。その根元となる糸は私の足の中、掃除で一気に糸の束を手繰り寄せる。それと同時にあらばに放つ暗黒弾、背後から迫る雲の糸、前方から迫る暗黒弾。暗黒弾を避ければ糸に追いつかれる。暗黒弾を避けなければダメージを負う。あらばが選ぶのはどっち？あらばは選んだ。そのどちらでもない選択を。ブレスが暗黒弾を相殺する。その余波を無視して突っ込んでくる。まず、かろうじて迫りくる牙の攻撃を避ける。ちょっとかすって HP の宝飾ストックが減る。危ねえ。糸持ってるせいで回避し損なうとこだった。こんだけの量の糸を引っ張ってんだから、そりゃ行動に制限もかかるわな。手にも、あらかじめ術を先出しで作っておかないと間に合わないし、今みたいなとっさの状況だと身は使えない。私が相手の攻撃を転移で簡単に避けているように見えるのは、思考加速と予見を最大限活用しているからだ。予見で相手の行動を先読みし、思考加速で瞬時に魔法の構築に取り掛かる。とっさに転移しているように見えて、実は前もって準備しているのだ。さっきのあらばの行動はちょっと予想外だった。糸か暗黒弾か、どっちかは有効になるって踏んでたんだけどな。まだまだ私はあらばを過小評価していたっぽい。気合を入れ直す。まだまだ私もあらばも余裕がある。戦いは、まだ続く。141、雲 VS 地竜あらば4。お互いに死力を尽くした戦い。けど、お互い決め手がない状況が続く。高い防御力と回復力を突破できない私。高い回避力で全ての攻撃をかわされ続けるあらば、お互い決め手がないわけじゃない。私の決め手は糸。糸に囚われれば、あらばといえども脱出に時間がかかる。その間に、しこたま魔法を打ち込んでやれば、勝てる。けど、ここまでの戦いであらばは糸をかなり警戒している。それだけは食らってはならないと、理解している。だから、糸を絡めた攻撃には慎重に対応して向かってくる。完全な守りの姿勢に入ったあらばに、糸を当てるのは困難だった。対するあらばの決め手は、最大規模のブレス攻撃。あらばが全力で放つブレスは、かつて私のホームを崩壊させた一撃以上の威力を誇る。そんなもの食らえば、いくら私でも消し飛ぶ。忍耐が発動しても、一度食らってしまえば、そのままブレスを浴びせ続けられ、そのうち力尽きてしまう。けど、あらばはそれを打てない。あらばはすでに二度もブレス攻撃で逆に私の反撃を受けている。そのせいで、あらばは持続の長いブレスは打てずにいる。あらばは二度同じ手を食らってからは、徹底して単発のブレスのみを使っている。単発のブレスも悪くはない。けど、どうしても攻撃範囲は狭くなるし、威力も落ちる。私には全て回避されるし、たとえ当たっても致命傷には程遠い。お互い決め手になり得る手を持ちながらも、それを有効に活用できない。そうなってくると、戦いは自然と長引いた。お互いに牽制とたまに本気の攻撃を織り交ぜ、相手にペースを握らせないようにしつつ、気を伺い続ける。戦況は、ほろ不利。こっちの攻撃は完全に効いてない。当たってはいる。けど、ダメージは残らない。ダメージを与えてもすぐに回復してしまう。何発か連続で当てることに成功しても、あらばはその度に一旦距離を取ったり、逆に攻めてきて私の攻撃の手を止めさせたりと、回復のための時間を稼いでしまう。結局のところ、これだけ戦ったというのに、ダメージはゼロ。それどころか、耐性が増えた。最初はレベル4だったあらばの闇耐性が、レベル5に上がった。このまま続けていると、今でも少ないダメージの量が、さらに少なくなる。対するあらばの攻撃は、当たれば私に通ってしまう。一発もらった程度じゃ、私の HP と MP を全て吹き飛ばすことはできない。
けど、アラバの一撃は強力だ。そんな一撃を食らえば、私の小さな体なんて簡単に吹き飛んでしまう。そんなことにでもなれば、さらなる追撃を食らってしまう可能性だって十分あり得る。そうなったらアウトだ。ワンちゃんの差が大きすぎる。回避特化の私は、事故ったら最後、そのまま一気に逆転されかねない。もちろんそんなやすやすとやられるつもりはない。ないけど、ありえなくはない。自然と私の緊張感は増していく。研ぎ澄まされる神経。予見の映像を見逃さないように集中する。思考加速のスローモーションの世界の中、わずかな情報も見逃さないように、感覚を尖らせる。熟練度が一定に達しました。スキル、思考加速レベル9が、思考加速レベル10になりました。条件を満たしました。スキル、思考加速レベル10が、スキル、思考超加速レベル1に進化しました。熟練度が一定に達しました。スキル、予見レベル9が、予見レベル10になりました。条件を満たしました。スキル、予見レベル10が、スキル、未来視レベル1に進化しました。このタイミングでの、スキルの進化。ありがたい。スローだった世界の動きが、さらに遅くなる。散発的にしか見えなかった予見の映像が、常時見えるようになる。見える。アラバが次に何をしようとしているのかが。さらに、その動きの先まで思考超加速の停滞した世界の中で予測する。爪将棋のように、必殺のつもりで放っただろう。爪と牙、尻尾による流れるようなコンボ攻撃を余裕でかわしきる。すげえな私。今の私に攻撃当てようと思ったら、私の知覚できないレベルの速度を出すしかないんじゃないか。こりゃ、いいや。いいね。どんどん来いや。今ならどんな攻撃も当たる気がしない。避ける。避ける。避ける。かわす。かわす。かわす。さらに、その合間にカウンターを叩き込み続ける。わずかに減り出すアラバの HP。ここに来ての私のその回避力の上昇に、アラバが焦りを感じ始める。その感情すら思考超加速の最中だと手に取るようにわかる。そして、その心の隙を見逃してやるほど、私は優しくない。下道魔法幻通。幻の痛みを与える下道なる魔法。アラバが驚愕する。そりゃそうでしょ。痛覚大軽減を高レベルで持つアラバにとって、久しく感じたことがないだろう激痛だからね。下道魔法による幻の痛みは、痛覚軽減では和らげることができない。それは探知に苦しめられた私がこの身をもって体験している。どうよ。久しぶりに感じる痛みは、普通に歯を食いしばるあらば、下道魔法は心に隙ができると抵抗を抜きやすい。あらばくらいの精神力を持つ魔物なら、すぐに魔法の効果を振り切ってしまうだろう。けど、一瞬でも十分。アラバの意識が痛みに向いた瞬間、糸がその体にまとわりつく。振りほどこうとするアラバの体に、次々と糸が絡まっていく。アラバの体は何重にも糸が巻きつき、その動きを止めていく。やった。毒が効く前に、決着がつきそうだ。次回は、雲ですが、何か、140に、クモ VS 地流アラバ5、143、クモ VS 地流アラバ、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。